エビバリシェゲナベイベーアローハー。今日の今県ハワイライブです。はい、今日なんですけども、2021年1月8日、金曜日、毎週金曜日はスピ系奥今県のコーナーです。はい、今日のですねハワイの天気なんですけども、こんな感じで曇りですね。でお天気、曇り、気温なんですけども26度、このようなお天気の中でスピ系奥今県のコーナー行ってみましょう。はい、それでは奥今県よろしくお願いします。はい、皆さんアロハー。アロハー、スピ系奥今県コーナーです。このコーナーは私奥今県がこれまで経験し得た知識から解釈している内容ですので、いかなる宗教団体も関与するものではありません。また賛否あると思いますので、信じがたい方はエンターテインメントとしてお楽しみいただき、その中であなたの中のネガティブがポジティブに変わってくれたら幸いです。ということで、さて本日はですね、はい、数字についてのお話をしようと思います。数字、はい、あの前回いただいたコメントの中に、はい、縁起の悪い数字に触れた投稿があったんですね。なるほどなるほど、はいはい、ありましたね。 でポジティブ思考を心がけるにあたって、はい、いいもの悪いもの、はい、この、両極端な概念はあまり良くないので、はい、今日は数字についてちょっとお話しいたします。はい、日本ではね、昔からあの縁起の悪い数字という概念がありますよね。はい、例えば2は2つに分かれるから結婚式で用いない方がいいとか、はい、あと4という数字は死、はい、あですね、死ぬという同じ音だから縁起が悪いとか、はい、まあ、いろいろと言われがあります。はい、そもそもですね、はい、数字に悪い数字などはないということをまず最初にお伝えしておきますね。そうなんですか。はい、で数字において縁起が悪いとか不吉だとかいう考えのほとんどはですね、はい、その昔あの欧米から入ってきたものが多いんですよね。はい、いやいやいや、でもさ縁起が悪いっていう、こう悪いのは悪いよっていう方も多いと思いますので、はい、ちょっとここでね陰と陽、はい、でちょっと説明したいと思うんですが、はい、映ってるかなこのマーク。はい、はい、映ってますね。はい、陰と陽は本来の両方あってこうバランスが取れてる、はい、ってことですよね。はい、でこれを元にしてあの説明すると、はい、悪運だけというものではなく、はい、悪いこともいいことも半々、うん、どちらも自分を成長させてくれるヒントになる、はい、というふうに解釈なんですね。はい、悪いことがあって初めていいことに気づくとか、はい、あのいいことが分かるとか、うん、前もそんなこと私話してますけど、はい、まあ、なければこの真ん中、はい、平和というか、うん、はい、ということになるわけなんですね。はい、数術学って言うんですか。そうなんですね。で数字の話に戻りますけど、はい、その数字ですが、はい、世界共通の数術学、うんうんうん、そうですね、数字学、はいはい、あの数字一つ一つに意味があるんですね。うん、でこれを知ると悪い数字の意味などないんですよ。ということが分かるわけですね。はいはい、でここで覚えておいてほしいのは、はい、この数字です。123、漢字の123は日本だけですからね、漢数字は。この123、これはいわゆる世界共通というか、はい、宇宙共通なんですよ、この数字って。そうなんですか。はい、あの時々あの、まあ、これすごいこれからの未来将来重要なんですよ、はい、この数字の共通という部分に関しては、はい、これはまあ、はい、どっか頭の隅に置いといてください、はい、そういうあのことがあるという、あの私も瞑想中にあの、はい、数字を見せられることがあるって言ってるじゃないですか。あ、数字が降りてくる、降りてくる、見えるってね。はいはい、で、はい、私に限らず世界中で瞑想とか、はい、いろんなこう何メッセンジ的なものをもらう人って、はい、数字でもらう人も多いんですよ。へーそういうことから、はい、世界中この数字123、はい、これは共通用語なんですよね。へー、宇宙共通語、はい、はい、ということをちょっと覚えておいてください。はい、でこの数術学なんですけど、はい、これですね、数術学、はい、詳しく知りたい方はちょっとググって見てみてください。はい、いろいろと詳細はありますけど、はい、分かりやすいところで、はい、簡単に言うと生、はい、年月日の数字から、うん、こう解く西洋古来の占いで有名なんですよね。うん、なるほどなるほど。生、はい、年月日を足すみたいな、はい、
はい、で、まあ、これも詳しく知りたいからちょっとググってみてください、はい、あと説明すると長いので割愛します、はい、ここでは、はいはい、でこの生年月日の合計数、はい、運命数というんですけど、はい、まあ、他にも宿命数とか指名数とか、はい、西暦を入れない計算の仕方とかいろいろあるんですけど、はい、ここでは今回運命数、はいはい、この数字を皆さんにおのおの今計算して算出してもらって自分の生年月日、自分の数字を計算すると、はい、で私は今から1から9までの数字の意味を説明しますけど、はい、自分のその生年月日を計算合計してもらって、はい、それでちょっと占いもちょっと的な要素も含みながら数字の意味を楽しんでもらいたいなと思うんですよ、はい、なるほどなるほど、どうでしょうかね、例えばですね、はい、そうですね、はい、ちょっとですね、例えば1970年の、はい、じゃあ今日は1月8日なんで1月8日生まれとなると、はいはい、こうなんですよ、1たす9たす7たす1たす8は27、あ、じゃあ0が入ってる場合は飛ばしちゃっていいんですか、はい、0は、はい、計算します、0は0なんで、じゃあこれで1970を飛ばして1月8日27で27ですよね、はいはいはい、で今度は2たす7で9、はい、なるほど、で9なんです、もうちょっと下ですね、ここです、はいはいはい、9、2たす7で9、はいはい、このように自分の生年月日を計算してください、うん、はいはい、最終的に1から9までにするんですが、はい、例外の数字があります、はいはい、それは、はい、11、22、33、44、はい、計算途中で、はい、この11、22、33、44になっちゃった人、はい、これはここで計算ストップしてください、なるほどなるほど、ゾロ目なので、はい、またちょっと違ってるんですね、まあ、ちょっと例外の数字なので、うん、はい、はいはいはい、ということで、はい、ここで一旦皆さん動画を止めていただいて、動画を止めて、はい、はい、いや、うちは止めなくていいんですけど、皆さんが止めてもらって計算、このね、はい、このように自分の生年月日を、はい、まあ、紙に書いてもいいし電卓で叩いてもらって出してください、はい、1から9の番号、はい、もしくはゾロ目の方、はい、はい、なるほど、まあ、ちょっとゾロ目の方はね、また別途ちょっと今切り説明してもらいますけど、はい、わかりました、はい、ということで、はいはい、じゃあ一応ね、我々のちょっとカメラもちょっと止めますね、あ、はい、一回ね、はい、はい、じゃあ皆さん計算してください、計算タイム、はい、じゃあ皆さん計算できましたでしょうか、はい、はい、じゃあ1から9までの数字を紹介しますね、まず1の方、これはですね、陽、光ですね、光、はい、あとは火、ええ、火ってのは燃える火ですね、はいはいはい、あとは男性なんです、意味する男性、へえ、そうなんですか、そして個人主義、はい、始まり、はい、率先力、はい、未来志向、はい、ポジティブ、はい、ストイック、はい、カリスマ、はい、先駆者、はい、決断力、結構多いですね、いっぱいありますよ、主体性、これはいろんな表現をこう単語でこう説明するだけなんで、はい、で行動力、はい、指導者、はい、上昇志向、まあ、だからこうまとめると、はい、男性をすごいこう強調している数字なんですね、はい、1の人は、1の人は、だから西暦、例えば1000年から1999年まで、はい、この一応約1000年間は男性が活躍した時代じゃないですか、あ、地の時代、はい、うん、いろいろ戦争を起こしたり戦ったりって、はいはいはい、男性が率先して何かを築き上げ、はい、国を作り何かを作ってやってきた、はいはい、もうそう象徴的なのが1なんですね、1、はいはいはい、はい、で次2です、はい、2は、はい、その反対で、はい、陰なんです、影、あ、で水、はい、で女性性、女性を表します、はい、で調和、はい、で相反するものをつなぐ、あとはバランス、はい、あと受動的、はい、あと受容性、受容性はその、まあ、包容力があるとか、はい、あと慎重である、はい、あと協調性、はい、で繊細、へ、でこれはこれからの、まあ、だから2000年からこれから、はい、今もう2021年ですけど、はい、よく歴史をちょっと振り返ってもらいたいんですけど、はい、ちょうど2000年あたりから、はい、女性のリーダーとか、はい、女性がいろいろ活躍するいろんな社会になってきてると思うんですよ、はい、2000年あたりか、2000年あたりから歴史をちょっと振り返ると、はいはい、でまた1999年から2000年にかけて、はい、その時代のこう変換期の 2、3年前後って、はい、
変な話おかしいんですけど、はい、いわゆるあの、中間色の人間、はい、こういうこと言っていいのかな、LGBT の LGBT の人とか、はい、あのちょっと実は女性男性よりも女性がいいのよねっていう方たち、あ有名どこやったらマツコ・デラックスさんだとか、はいはい、あのそういう中性的な方たちがテレビで活躍されて始めた時代なんですよね。男性から女性にシフトするっていうそういう時代の背景があるんですよ。あじゃああの方々は男性なんですけど女性の感覚を持って生活してるから、そうそうそう、だからその人たちがこう表に出てきたのもその時代を境なんですよ。あなるほどなるほど、はいはい、でこれからは女性の時代と、はい、あのいうふうに言われてます。前から言ってますけどそれに象徴する、はい、あの象徴するのは 2なんですよ。はい、はいはい、なるほどね。で次3、はい、これは創造、創造っていうのはあの作り上げるっていう創造で、はいはい、でクリエイティブ、はい、で子供、はい、楽しいもの、はい、あと不自由の中の自由、不自由の中の自由、うん、あとねそう楽観的っていうか個性的というか無邪気なんですね、はい、子供っていう、3っていうのは子供っていうイメージなんですよ。へいつまでも無邪気というか、はいはい、だから忘れやすいと忘れっぽいってもあるんですけど、はいはいはい、そういうのが3です、はい、次は4、はい、これね皆さん4っていうとね縁起が悪いっていう感じになるんですけど、はい、3つは違うんですね。これ、はい、安定、はい、安心、はい、着実、はい、計画的、家族、はい、常識、はい、古風、はい、それから現実的、保守的、はい、理論的、はい、これ2の倍数じゃないですか、4って。2の倍数、はいはいはい、そうですね。調和が2乗なんですよ。へえ、すごいな。だから全然縁起が悪いんじゃなくて、はい、すごい縁起がいいんですね。縁起がいいというか安定がどっしりしてるというか安心感があるんですね、はい、実は4というのはね、はい、で、これもう概念崩れちゃうでしょ。はいはいはい、崩れますね、はい、で、次5です、はい、これは大体皆さんのご想像通りです、はい、中間です。はいはいはい、体験、思考力、柔軟性、はい、活発、はい、で臆病なところがあります、はい、右に行くか左に行くかって迷う、あ優柔不断っぽい、はい、そう、そうなんです。優柔不断もあります、はい、だけど臨機応変にも対応できます。チャレンジャーであったりコミュニケーター、へー、あの自由な発想だから全て中間でこうどっちにも動けるというのが5なんです、はい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 、で6、はい、6を持ってる人、はい、これは愛、はい、これ見返りを求める、ちょっと悪く言うとこんだけやってあげてるんだから見返りちょうだいよっていうところが思考が強い方なんです、6は。へえ、あと効率、はい、共感力、だから安心感とか人に合わせるのもすごい上手なんですよ。へえ、芸術、調和、はい、サービス精神が旺盛で、はい、ホスピタリティ尽くす、はい、ただ見返りを求めてしまう。あの数字の6って書くとこうなのか、はい、こうなんですか、はいはい、でこっちから見るとだからこう、はい、最後内側に入るの分かります？6、なるほどね。あげるけどちょうだいよっていうちゃんとその数字の形に表れてるんですね、はいはい、皆さん的に見るとはこうですね、こうですね、そうですね、そう、はい、こうですね、今こっち側に立っているんでしょ、はいはいはい、表現できないんですけど、はいはいはい、そういうことなんですよ。へで7、はい、これは冷静、はい、本質を見極める、はい、分析力、はい、作戦力、はい、ストイック、はい、博愛、はい、直感的、はい、完璧主義、はい、探求心、はい、あとうちあの内面がすごい情熱的な数字なんです、はい、でちょっと天の弱、みんなが欲しいったら、いや僕はいいよって多分そう言っちゃう感じの人なのかな。そうなんだ。ですごい真面目な人っていうイメージです。7は、7は、はい、うん、はい、なるほどね。で8、はい、これはねよくもう8はもう無限大の横にしたら無限大です、うん、8を横にすれば無限大ですね、はい、で無限です、はい、でパワフル、はい、影響力、はい、で少し臆病、へえ、で社会的評価にすごい敏感で、はい、倫理的、はい、で思考、倫理的思考が強い、はい、それから、言語能力が長けている、ほうほうほう、結果主義、はい、あと自分軸をすごい持っている。へえ、はい、そうなんだ、はい、でね、ずあの8って無限大なんで、はい、ずっと動いてるんですよ。この8を持ってる人はずっと働く、ずっと何かやってる、ずっとじっとしてられないっていう人なんです。へえ、なるほどね。旅行好きな人はずっと旅行してるみたいな、はい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 、そういうあの、はい、数字です。へえ、で9、最後9なんですけど、はい、これ感性、はい、柔軟性、はい、感受性豊か、はい、変化変容、はい、これまた水なんですけど、はい、あと芸術的センス、はい、これ9はもう完成ですよね、はい、次の上にポンと持ち上げるためのなんかそういったなんか力を持っている、はいはいはい、という数字が9です、はいはいはい、
で最後、はい、これ出てないんですけど、ゼロですね。ゼロゼロゼロ、はいはいはい、これね、数比術的にはあまり扱わない特殊な数です、はい、1は始まりを示す数字ですけど、はい、ゼロはまだ始まってない状態じゃないですか、ゼロなんて、はい、でこれスピリチュアル系界隈ではゼロに戻すとか、はいはい、リセット、はい、浄化を表すと言われてます。浄化、はい、はい、何も誕生してないので無限で可能性があるとも言われてます、はい、うん、で仏教の世界では、はい、仏教の空、はいはいはい、空って空ですね、はいはいはい、の概念と同じであるとも言われていますね。なるほど、はい、で以上今紹介したのが1から、9でプラスアロハで0、はい、説明しました、はい、で最初のゾロ目の11、22、33、44については、はい、ちょっとこれ説明しないで、はい、長くなっちゃうので、どうぞ、はい、これその、ね、ゾロ目がで数字が出た方コメント欄に書いてくださいなんて言いたいんですけど、はい、実は結構個人情報で、ね、結構そのね数字持った方重要なんですよ、はい、なので、今県公式 LINE、皆さんねほら先日サインアップしていただいた方もいますけども、はい、そちらに、ゾロ目の数字が出た方、今県公式 LINE に連絡ください。はい、はい、でまだね登録されてない方は今回登録していただければ奥今県からそのゾロ目の意味を、はい、皆さんにお伝えしますので、はい、ちなみに私はゾロ目11です。あーそこまで言っちゃうんだ。で実は今県は33なんですよ。いやそれ言っちゃうんですようわー今県いくつでしょうって言おうと思ったのにあそうだごめんなさいね、はい、はい、ということで、はい、いかがでしたでしょうか、はい、世の中にある善悪の概念は、はい、その片方だけをフォーカスしてしまうと、はい、思考のバランスといいますか運命のバランスというのが崩れてしまうので、はい、調和が取れない状態に陥ります、はい、そうなると喧嘩、争い、はい、まあ、世界から見たらそのいわゆる戦争とか、はい、不調和になっちゃうんですね。うん、なるほどね。なので常に、はい、陰と陽、はい、影と光、光と影、はい、背中合わせであるということをまずこう頭にちゃんと置いてもらって、はい、今自分の目の前に起きた出来事、はい、起きてる出来事、はい、これを冷静に捉える癖をつける、ニュートラルでいる、はい、自分軸をちゃんと持つ、はい、これほら1分瞑想でも何でもいいです、はい、でそういうことを常に意識して、はい、そして日々ポジティブライフをお過ごしくださいということです、はい、なるほど、はい、はい、スピケ奥今県コーナーでした。はい、はい、いやなんか今日はすごい充実してますね。そうですか、ちょっとはね、はい、はい、占い的なものも絡めたら面白いかな、はい、なんかね、さっきねちょっと聞いてて面白かったのが、はい、皆さんの今日のこの動画の見方をちょっと想像しちゃって。何ですか？まず数字の計算をするのに動画を一回止めて、はい、で自分の数字の時に1がまさかあんなに長い解説とかになってると思わなかったんで、それぞれがね、はい、だから多分自分が1だった人はずっと聞いた後にもう一回なんか巻き戻しまた聞いてると思うんですよ結構面白いな。なんかね、ちょっとこれ私お勉強した時に、はい、まあ、ちょっとお勉強して教わったものなんですよ、はい、これって、はい、その先生が面白いこと言ってて、はい、中に計算してると、はいはい、すいません先生、はい、私ゼロなんですとか言う人いるんですって。あでゼロにはならないですからって。そうなんだ。だってなるわけじゃないですか、数字がゼロって引かなきゃゼロにならないですよ。そうか、だから10が出たとしても絶対1なんですよ。 1か、そうゼロ、だから大体ゼロになったって人は大体1ですとか言って先生笑ってましたけど、ゼロになった人は計算違ってことだよ、ね、そうね、ゼロにどうしてなるよっていう、足すだけだよっていう。なるほど、ね、ちょっとそんな面白い話もありましたけどね。逆になんかその人がゼロになりたいとかの空になりたい願望があるかもしれないね、はい、なるほど、願望が ね、はい、願望が計算間違いなさせなってことね。なるほどなるほど、はい、いや、はい、ということで結構今日の話は面白かったな。あ、よかったですか。今日の話はとか言っちゃった刺されるよいやいやねえねえ、はいはい、今県です。はい、なんかさっき切れちゃいましたねカメラがね。はい、ということで、今日もですね奥今県の話面白かったですね。ありがとうございます、はい、じゃあ今日も最後まで見てくださってありがとうございます。Thank you so much. Mahalo, Shagina baby. Thank you so much. Mahalo, Shagina baby. Bye. Bye. はい、じゃあ皆さん計算楽しんでください。ポチッ。